ても過酷な基地生活はかなり大変そうじゃがさ。確かにいろいろ大変なことも多いけど、うん、神秘的な自然の中で仲間と助け合いながら暮らすのもいいよ。地球ってすごいって思うことの連続だしね。なるほど、極寒の地にも耐えられる秘訣はその熱い情熱だったか。あれ今南極あれも言ってんだよ、女の記者もな、うん、モーテルは潰れたのかな。この頃全然車止まってないから。いや冷たいね。結構寒いとこ行くんですよ。いろいろとこう通るけど、いつも1台も止まってないから。じゃあ営業してないでしょ。営業してないんだよな。人工化で冷たいとかよりも痛い。まあでも南極の人たちに比べたら何でもない仕事です。コロナでも大変か。これやべくまでもああいうとこ来なくなってた。そうなんですね。なんであのやろ、ずーっとリーダー上げっぱなし。地球ってすごいとおっしゃっていましたが、ここからは南極でもめったに見れない奇跡の大絶景を、はい、ご紹介しましょう。まずこちらです、どうぞ。強引には入んなかったけど、強引には隙間から大量の血のような液体が流れる。まあそこまで行ってこっち入るからなって周りに警報してるからよ。いいんじゃない。まあそこ一回かけつけて入ってくれればやっと信号の手前からだもん。なら何も真ん中行かなければいい。2台や3台先行ったって何のあれもないじゃん。でも行ったんじゃねえよ。後ろのなんだ泥除けもあの跳ね上がるようにトラックみたいにつけてからあれだよな、うん、自家用に使ってんだよな、うん、知っててやってるし毎回やってんだよ、うん、耐え方うめえから、うん、いや真ん中の方が空いてるからほら、うん、真ん中なくなるの分かってるから真ん中行かねえもん。超大量のペンギン。だからみんな行かないんでしょ。世界一過酷な子育てと言われる。真ん中なくなるの分かってるから。うん、見てるとなんかしねえ。すげえ下手くそんの。はい、いるから市原ナンバーと千葉ナンバーと言うと。ああ言ってもしょうがない。確かに並んでる真ん中行きゃ。そこ何台か。
卵を温めているんですって。こうして生まれた何回か巻いたね。時間にいたら何秒でしょうね。何秒かんないよ。可愛いですよね。そう答えるしかないし。お前秒で当たれるのか。空いてるから行きたいんでしょ。だと思うよ。そんなわけでしょ、うん、みんな真ん中はほら最後に4の嫌だから、うん、行かないから、うん、空いてるから。今日はどうやら車止まってる。まだ早いからね。人がいない南極では隕石がそのまま